実験、宝石で変化するオーラの色、あなたもオーラは見える、ね、東北の大学の教授の研究実験に伺い、オーラの色を人型を描いて、その周りに見える色を色鉛筆で塗り、宝石を持つ使用前使用後の様子をお伝えしたことがあります。そのオーラの色が測定器にて現れる数値と一致していたそうで、その教授は論文に出されたそうですが、先日その時の教授がリアルのお店に訪ねてきてくださいました。今回は皆さんが感じている波動って何？というお話をしていきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。